こんにちは、岩津です。こちらの Nbox カスタム専用のバックドアガーニッシュ取り付けていきたいと思います。まず最初に貼り付け箇所を付属のクリーナーで脱脂します。汚れが残っていると後でメッキが剥がれたり浮いてきたりする原因になるので、しっかりと拭いてきれいにしてください。はい、それでは仮合わせを行っていきます。それでは商品の裏の両面テープを剥がしていきます。はい、こんな感じですね。それでは取り付けていきたいと思います。コツというかポイントなんですが、車体の中央を意識してっていうのはもちろんなんですが、この両端ですねっていうのがちょっとずつ開くように取り付けていったら、真ん中に綺麗に収まってですね、かっこよく取り付けられると思います。こんな感じですね。で、グッグとまた全体を押し込んで貼り付けてください。はい、はい、それでは取り付け終わりました。バックドアにメキの部分が入ることによってすごい高級感が出てかっこよくなると思います。 Nbox に乗られている方はぜひお試しください。